はい、こんにちは。車る動画のお時間でございます。さあ、この車は一体何でしょうか。今日はですね、 GTR R33 型 BCR33 をお借りしてまいりましたので、そちらのレビューをお送りしたいと思います。スカイライン GTR といいますと、30代以上の方は、実車に憧れたりとか、ゲームグランツーリスモに出ているのを見て憧れたりとか、あとは漫画ミッドナイトとかで、誰しも一度はその名を聞くことがあると思います。私もその口でございまして、 R33 型が好きな人間でございます。第二世代 GTR というと R323334 が有名で、3234に人気が集中してて、33の方はちょっと人気が今一つってところもありますけれども、今となってみればですね、このワイドボディとか、この曲線主体のボディっていうのが結構かっこよく見えるのではないでしょうか。で、GTR のフロントマスクはこんな感じですね。3輪のグリルですから、ちょっとグリルがついた感じ、吸気口がついた感じで、バランスの取れたいいフォルムだと思います。で、サイドビューは3輪よりもちょっと膨らんだ感じになってますね。ボリューム感があって良くなって、実際室内も広くなっているということで、個人的には好きなデザインです。で、こちらブレンボーのキャリパーがついてます。タイヤサイズは24540の18インチということで、かなりでかくて太いのがついてますね。あとはスカイラインについてる GT マーク、グランドツーリングカーマークがついてます。で、テールランプはスカイラインのアイデンティティでもある、4連丸目ランプになってます。私としては結構好きなデザインとなってます。で、リアウィングがついてたりですね、しますね。給油口は右ですね。では続いてエンジンルームを見ていきましょう。あっちあっちあ、エンジンはこちらですね、 RB26DTT 2600馬力のツインターボ280馬力縦置きがついております。トランスミッションは5速マニュアルです。で、フロントのサスペンションも張り出しもかなりあって、相当走行性能に力を入れているんだなということが伺えますね。ボンネットインシュレーターとかは特になくって、走りのための車なんで、そのあたりは特にないという形でございます。ボンネットは結構軽いですね。鉄かな、アルミかな、かなり軽くできてます。ではトランクを開けます。トランクはボンネットより重いかも。こんな感じですね。バッテリーが 12V バッテリーが奥に置かれてて、トランクスペースは若干狭めとなってます。 GTS とかセダンだったら奥まで使えたと思うんですけど、 GTR の場合はここにリアメンバーがついてますね。で、買い物カゴは、縦に入って、これなら縦3つぐらいは余裕ですね。で、横は2つかなって感じでございますね。はい、スポーツカーとしては十分ではないでしょうか。タイヤとか乗らないかな、タイヤ後ろの席かな、ある程度トランクルームはあります。ではライトを見ていきます。では運転席に乗っていきます。ドアはサッシュレスドアになってますね。
で、乗り込みます。でシートはバケットシート、フルバケットですね。でこんな感じで調整していきます。ハンドルはチルト機構のみですね。でシートはこのダイヤル で傾き調整をして、でこちらでスライドさせるということで、シートのハイト調整はついてないですね。私のポジションとしては、クラッチ踏めてってなるとこれぐらいかな。天井は結構近いですね。ただ窓ガラスが斜めに大きいので、そんなに圧迫感というか、ちょうどいい包まれ感はあるかなと思います。では続いてリアシートですが、乗っていきます。こうやってバケット倒して乗りますと、私のポジションに前席合わせておくと、かなり膝前余裕があって全然これ乗れますね。ちょっと座面が短いですけど、スポーツカー GT カーとしては全然すごくよく乗れる構成だと思います。ではリアシートのユーティリティとか見ていきます。よいしょ。リアシートのユーティリティはこれ肘置きになるのかな、肘置きがあって、あとは灰皿があります。以上です。で、フロントはこんな感じでかなりスポーティーになっていますので、これを一つずつ見ていきましょう。ドアトリムですけど、グレーと赤のドットが入ったモケット張りになってますね。で、この辺りの肘置きはソフトパッドになってます。革っぽいソフトパッドですね。結構質感は頑張ってるんじゃないでしょうか。この辺りもソフトパッドですね。メーターはこんな感じで、180キロまでとなってます。で、この辺りに時計、トルク計、オイルの油温計ですね、ターボのかかり具合のメーター、3連メーターがついてます。あとこの辺りはウィンドウデフォッカーとハザードですねがついてますね。あとやっぱ90年代の車らしく灰皿がついてます。でここにはカールブーツで包まれた5速のマニュアルのシフトノブがあります。でこちらにはサイドブレーキですね、こちらも皮巻きになってます。でここコインホルダーと GTR マークがついております。やっぱこのマークいいですね。で肘置きがついてます。スライド機能はないですけど、肘が自然に当たるところにありますと。で、あと中にはちっちゃい小物入れがついてますね。で、助手席も同じようなフルバケットになってます。で、この辺りは、革っぽいソフトパッドになってますね。で、グローブボックスとエアコンの調節スイッチ。オーディオでっかいのつけたからこれがここに移動したという話で、ノーマルだとここにエアコンがあるということです。で鍵なんですけど、一回こう戻した時に、あとここのロックボタンを押して取らないと抜けないようになってますね。盗難防止かなんかなんですかね。ってところで、最初ちょっと私説明を受けたんですけど分かんなくて戸惑ってました。では助手席乗っていきます。はい、足元空間はすごいフラットなんでいいんですけど、ここにですねトランスミッションかなんかの張り出しがあるのか膨らんじゃってますね。普段ここに足置くことないからいいと思うんですけど、ちょっと張り出してます。ただこの置き場の感触はすごくいいですね。 FF 車とかだと結構こう斜めになっちゃうんですけど、これはかなりフラットですね。であとサンバイザーとかは普通でございますね。じゃあクラッチ踏んでエンジンスタートします。よいしょ。意外と発進は
しやすいですね。トルクがかなり下から出てるのか、すんごい、発車しやすいです。トランスミッションは5速ですけど、多分街乗りだと4速ぐらいでいいのかなというところですね。ちょっとトルクがありすぎて何速で走りゃいいかちょっとよくわかんねえなっていうところが正直ありますね。今4速で走ってます。5速50キロぐらいでも、まあ、1400回転ぐらいで全然走ってくれるので、これが果たしてエンジンにいいのかどうかっていうところはあるんですけど、まあ、こんな感じで走ってますね。で、まあノイズ、ロードノイズとかスポーツカーなんであんまり気にするべきところではないですね。まあまあこうやって街乗りしてると結構ドタバタしますけど、まあ、本来走るスピードレンジはもっと上を想定してると思うんで、ここはしょうがないところですね。まあ、ただ何でしょうね、うるさいけど最後の最後の角は丸められてる感じで、嫌な感じとかはあんまないですね。で、トランスミッションの入り方も結構コクコク入ってくれて入れやすいですね。これは結構面白い。で、発進する際もトルクがあるのでクラッチビートはそんなに難しくないですね。こういうところの発進、ところの発進はすごいしやすいですね。じゃあちょっと高速乗ります。じゃあちょっと加速します。100キロですけど、いろんな音が入ってきてますけど、運転自体はすごい楽ですね。100キロ出しても2500回転ぐらいなんで、エンジン音はすごい静かで、まあ、やっぱノイズ、ロードノイズが盛大に入ってきますね。まあ、ここはしょうがないですね。まあ、で結構まあ揺れますけど、そんなに不快じゃない、なんちゅうんですかね、今橋の積みは結構ドンってきますけど、それ以外のところはそんなに来ないですね。やばい、感想が出ないぞ。まあこれが GTR なんだっていう考えに今溢れております。この車今24万7000キロ走ってますけど、あれですね、直進性がめちゃくちゃいいですね。4駆っていうこともあると思うんですけど、
何種もぴったり張り付いて走ってくれるので、アームレストとかクルコンとかないですけど楽ですね、ものすごく。ちゃんとレンタカー屋さんの方で整備してるからかというところもありますけど、いやこの安定性はすごい。私のスキルレベルではうまく語れないぐらいすごい。やっぱスポーツカーはいいな。維持できる予算はないですけど、ちょっとこうやって時々乗らせてもらう分にはすごくいいです。ただやっぱりガソリンのメーターが目に見えて減っていくのがあるので、これはやっぱちょっと維持するのは大変かなっていうのが今ちょっとしております。よいしょ。ますけど、よく曲がりますね。よう曲がるな。いやーすごい、すごいよく曲がりますね。楽しいな。まあこの車で感じることは、私が今運転している速度域、高速道路も下道もこの車の本来のターゲットゾーンじゃないんだろうなっていうところですね。ちょっと私には扱いきれない速度域でもっと活躍するための車なんだろうなっていうのがひしひしと感じられますね。いやーこれを入手したらやっぱサーキットとかで本来は走らせるべき車なんでしょうねって感じがすごいしますね。楽しいですけれども、私は慣れてないせいもあるのか、やっぱ車に乗せてもらってる感がすごい今ありますね。いやちょっとこれ乗ってると本当飛ばしたくなっちゃいますね。いや借り物なんで飛ばさないですけど、いやすごい。で今下ってますけども、やっぱ相変わらず非常によく曲がりますね。段差は結構きますけど、やっぱよう曲がりますわこの車。すごいな、次元が違うな。普通にもう住宅街のカーブ曲がるみたいな感じでスーッと曲がっていってくれるんで、もう全然次元が違いますわ。リアウィンドウからの太陽光がマーチ計1、2マーチ以上に頭に当たるので、結構きついところがありますね。ラジオのアンテナが自動で収納されるようになってます。今日の GTR のまとめなんですけども、やっぱ憧れの車に乗れて嬉しいですね。で、すごい最初のイメージよりすごい乗りやすくて良かったです。どうやったらこの 1.5 トンぐらいのボディはあんなに軽々と曲がらすことができるんだろうっていうところとか、そのあたり日産の技術力、技術の日産というところをまざまざと思い知らされるというか知ることができて非常に良かったですね。久しぶりにもう走るだけで面白いなと。スイフト面白かったですけど、それ以上に面白かった、この車はいい、いいけど俺には維持できない、そこが悔しい。はい、以上って感じでございます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。高評価低評価
コメントチャンネル登録などなどしていただければ、フィードバックいただければ幸いです。では皆さんまた次の車でお会いいたしましょう。さあ次車何乗るかな、これ乗っちゃった。